おざます、おざます、おざます、リエさん、おざます、リエさん、おざます、ハレリア、モーカさん、ガッデムさん、あ、これちょっと違ったかな。はい、すいません。すいません、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、すいません、ちょっとですね、これどうなのかな。はい、ごめんなさい、ちょっとですね、どうしたらいいのかな。はい、マドンナさん、おはようございます。納豆さん、まゆちゃん、ルルさん、おはようございます。ですね、ツイキャスいつも、このコメントのとこがですね、どうすればいいんだ。はい、タイさん、おはようございます。ガッデムさん、ミームさん、ユウさん、タイさん、アキトさん、ミーちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。ここはですね、ちょっと雨が降ってきたので、ここに来ましたけど、はい、これで OK でしょう。少し、林の様子をお見せしましょうね。こういう林の中です。今日は曇ってて、そんなに、ですね、緑は見えないんですが、こんな感じです。はい、いよいよ6月です。今日は6月3日、6月3日、いよいよ6月に入りました。まあ、梅雨まで、もうどのくらいでしょうか。梅雨までもう1週間か2週間かちょっと分かりませんが、比較的、梅雨が早く来るかもしれません。時間が流れています。とても早く流れているかもしれません。しかし私たちにとっては希望があります。私たちはこの世界がデタラメに流れているのではなく、ハヤポスさん、おはようございます。この時間の流れは神様のスケジュール、神様のスケジュールの中で流れています。そして神様には目的があります。神様は神の国を作ろうとしています。そして私たちはその神の国に入ることが許されているんです。ですから希望を持とうではないでしょうか。いろんな問題があるかもしれません。皆さんにはいろいろ悩みがあるかもしれません。それを置いといて、それに縛られないで、問題や悩みに縛られないで、私たちの目を、イエス様に向けて、イエス様に向けて、イエス様を喜び、イエス様のこれからされることに期待しようではないでしょうか。特に日本は、これからリバイバルが起きます。これから、素晴らしいリバイバルが起きると信じます。またそれを祈る必要があります。そういう意味で、日本には特別なご計画があると言われています。その日本に用意されている特
別な計画を信じて希望に満ち溢れましょう。クリスチャンがこんなにいないんだから、クリスチャンが少ないからもうダメだと思わないで。はい、タイさんありがとうございます。タイさんが御言葉を貼ってくれています。マタイ6:33、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これらのものというのは食べ物とか飲み物とか着るものとか、そういう生活的なものですね。そういう多くの人が悩んでいるそういう生活なことが与えられると書いてあります。ですからそういうことに心配しないで、生活のことで心配しないで、神の国とその義を第一に求める。神の国とその義を第一に求める、それができるんだ、ね。キューちゃんお金がないからできない、ね。仕事があるからできない、生活が、ね、うまくいかないからできない、そういうことではありません。小百合ちゃんおはようございます。私たちは、神様が、用意してくださる、助けてくださる神様があなたにできるんだよ。私はあなたを応援し、あなたが神の国とその義を第一に求めることを応援するよと、イエス様がそうおっしゃっているのです。ですから自分の力では何もできないかもしれません。しかし私たちは信仰によって、ああイエス様のために何かをしたい、イエス様のそのイエス様に仕えて神の国を求めよう、神の義を求めよう、そのように決心すれば、誰でもそのように神の国を求めることができる、神の義を求めることができる。イエス様は良い方で、私たちにそのサポートをしてくださっているんですね。ですから皆さん期待しましょう。イエス様が助けてくださいます。イエス様が私たちを応援してくれています。イエス様が私たちが良いことができるように、神様に仕えるように導いてくださいます。そして教えてくれます。助けてくれます。ですから心配しないで歩もうではないでしょうか。今日のタイトルいきましょうね。今日のタイトルは、自己主張することはありません。自己主張することはありません。人間は弱くてですね、自分というものを認めてもらいたい、愛してもらいたいということで、私たちは、罪というのは自己中ですから、自分を高くしたい、自分が褒められたい、自分が偉いと思われたい、自分が素晴らしいと思われたい、誰でもそういう気持ちがあります。そういうことの中で私たちは自分を立派に、自分が立派だということを見せたい、自分が褒められたい、自分を認めてもらいたい、そういうことの中で自慢したり見栄を張ったり自己主張したりするわけです。不必要に自己主張するということは、それは、その自分の意見が、正しい、自分の意見を、通す理由があればまたそれは別だと思います。だけども自分の意見を通すことを通して自分を評価してもらいたいとか、自分というものを、その認めてもらいたいとか、そういう動機ならば、それは、自己主張はかえってそれは高ぶることになるでしょう。悪魔は、神になりたいと思いました。
悪魔はですね、神になりたかったんです。つまり悪魔は、その天使たちに、自己主張しました、自分を神でもなく自分を、礼拝しなさい、自分を礼拝しなさいと悪魔は、天使たちに言いました。そこで多くの天使が騙されて悪魔を礼拝するようになって、そして、天国から追放されました。悪魔は被造物であり神ではないのに、神のようになりたくなった。そこに問題があります。悪魔は神様に作られたことを感謝するべきなのに、かえって恩をあだで返しました。人間はその悪魔に支配されて、人間も悪魔のような心を持って、自己主張し、自分を正しい、自分は、立派だというふうに、思わさせる、そういう高ぶる心、傲慢な心、そういう心を持ってしまいました。ですから多くの人は、自分を認めてもらいたくていろんな悪いことをしたり、自分を認めてもらいたいために自己主張します。見栄を張る、有名になりたいっていう、私もですね、クリスチャンになる前はですね、有名になりたいというような気持ちはありました。誰でもあると思うんです。シャンさん、おはようございます。いらっしゃい、有名になりたいと思ってました。でもですね、その有名になりたいっていうのも結局自己主張ですよね。有名になることによって何か自分というものを評価してほしい、認めてほしい、そういう気持ち誰でもあります。自己顕示欲という、ね、言葉もありますね。自己顕示欲、私たちは、その人間に認めてもらうこともそれは嬉しいかもしれません。でも大事なのはその、昨日の、ね、メッセージでありましたよね。昨日のメッセージ、愛にもいろんな愛がある、ね、愛にもいろんな愛がある、その条件をつけて愛する、ね、条件をつけて愛する、または無条件の愛というのがあります。神様の愛は無条件の愛ですが、人間の愛は条件付きです。ですから条件つけられた愛だとそれは本当に、本当の愛じゃないですよね。一時的に認められてもその後変わってしまったら残念です。はい、リュウビさん、おはようございます。ですから私たちは無条件の愛で愛されて、無条件の愛で愛されて初めて安心できるんです。こうしなきゃ愛されない、ああしなきゃ愛されない、こうしなきゃ認められない、立派でないと認められない、いい仕事がなければ認められない、いい学校に行かなきゃ認められない、立派じゃないと認められない、そういう社会だと、ストレスいっぱいになります。なぜ日本の社会がストレス社会かというと、そういう条件付きの社会で、こうしなきゃダメ、ああしなきゃダメ、そういう条件付きの社会だからこそストレスがあるのではないでしょうか。お金がなきゃダメ、仕事がなきゃダメ、ね、みんなと同じようにやんなきゃダメ、そういうふうなのはですね、条件付きの社会ではないでしょうか。シャンさん、自分の貪欲をすべて捨ててイエス様だけを愛し続けたいです。アメン、アメン、それアメン、
そういうわけで皆さん、まず多くの人は自分が無条件で愛されているということを知らなければいけません。多くの人は、その無条件で愛されている、自分がどんな状態であったとしても、どんな罪人であったとしても愛されているという、神様に無条件で愛されているということを知る必要があります。ユービさん、牧師、私はありのままのコメント読まない牧師を受け入れてるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。小エリちゃん、ストレスがいっぱいなの、しんどいの。そうですよね、ストレスいっぱいでしんどいです。ですから小エリちゃん、小エリちゃんをありのまま、丸ごと、小エリちゃんがどうであれ、小エリちゃんが愛されていることを知ってください。みーちゃんが愛されていることを知ってください。イエス様は、皆さんがどうであれ、ニートであろうと、どんな、状況でも、皆さんが罪人でも、皆さんがもし悪い人であったとしても、犯罪者であったとしても、どうであれ、丸ごと受け入れられている、丸ごと愛されている、大きな愛で、条件付きじゃない、無条件で皆さんが愛されていることをまず知る必要があるんです。マモスさん、キューちゃんはアルコムでストレス溜まりますか。イエス様が愛してくれていることを知ったので、人間に愛されないとしても、人間に愛され、もちろんね、愛し合いなさいという命令がありますから、私たちは兄弟姉妹愛し合いますけど、でも人間は完全ではありません。人間が自分のことを認めてくれないこともあります。大事なのは人間に頼るのではなく、イエス様に頼るんです。彦さん、人をたくさん刺して殺した犯人も無条件で愛されてるんですか。その通りです。神様はエコひいきしません。神様はどんな人も無条件で愛しています。まず皆さんがそれを知ることです。どれほどイエス様が皆さんを愛しているか、どれほどイエス様は皆さんと関わろうとしているか、どれほどイエス様は皆さんに祈ってほしいか。花さん、おはようございます。イエス様は本当に皆さんを愛しています。どうしてそれが分かるんですか。まず一つは十字架です。十字架はそういう意味なんです。十字架は全ての人のために命を捨てた、全ての人のために命を捨てた、これ以上の愛はありません。昨日のメッセージでありましたよね。車をあげる、白い、大きな家をあげる、何か、良いものをあげる、それよりも命をあげる、それが一番の愛ですよね。命をあげる、それが一番の愛です。ですからイエス様は、皆さんを本当に愛しているということのその証拠として、皆さんに命を与えたんです。皆さん一人一人の命を与えた、これがイエス様です。これがイエス様です。イエス様は劉備さんのためにも死んでくれたんです。それを信じるときに、その十字架の愛を信じるときに、本当に愛が流れます。いいです、私を愛さないでください、あなたの愛をいりませんと言えばですね、せっかくイエス様が愛しているのに、愛を知ることはできません。しかし、皆さんが、あ、私のために死んでくださったんだ、私のために、死んだんだ、死んでくれたんだということを信じて、そして理解するならば、信じてそれを受け入れるならば、
本当に愛が流れてきます。イエス様はリュウビさんを知っていますよ。すべてをイエス様はすべてを作ったんです。万物を作ったんです。皆さんを作ったんですから、作った方が作られたものを知らないわけはないのです。皆さんは知られているんです。皆さんの心、皆さんの状況、皆さんの苦しみ、皆さんの悲しみ、全部知っています。話したことがない。だからこそイエス様は話してほしいのです。リュウビさんに、イエス様に話してほしいのです。昨日の放蕩息子の例え話、皆さん覚えてるでしょ。例えば、放蕩息子が罪を犯しても、放蕩息子が罪を犯しても父親は、息子の帰りを待ち、そしてその罪を許し、その放蕩息子に、きれいな着物を着させ、そしてご馳走しました。神様はそういう方です。神様は罪人を愛しているんです。シャンさん、今朝もイエス様の神の愛に包まれてこの伝道配信に参加しています。アメン、アメン。ですからぜひ皆さん、イエス様を知ること、またイエス様の愛を知ることが人生なんです。イエス様の愛を知ることが力です。イエス様の愛を知らない人は、生きる力がないのです。生きる意味がないのです。生きることが難しいのです。しかし皆さんがイエス様の愛を、そうなんだ、こんな自分でも愛してくれてるんだ、こんな自分でも愛してくれてるんだということを信じて、ああイエス様ありがとう、あなたの愛を受け入れます、あなたが愛してくれてることを感謝します、愛してください、私を愛してくださいと言うならば、本当に愛が流れてきます。マンモスさん、キュウちゃんは愛ある限り戦いますか？命尽きるまで。もちろんですよ、もちろんです。みーちゃん、愛ばかり受けてお返しできるんかな。大丈夫ですよ。ですから、隣人を自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、それがお返しです。私たちはイエス様に愛されているということで、今度はお返しとして私たちは隣人を自分のように愛する、これが、イエス様の御心です。イエス様に、お返ししていることになるんです。シャンさん、イエス様のおかげでしんどい人生も乗り越えていけます。しんどい人生も乗り越えていきます。そうです。イエス様がいるからこそ、忍耐ができます。イエス様がいるからこそ、耐えることができます。イエス様がおられるから、私たちは、引き上げられるんです。ユービさん、私も父親に首を絞められ腹を蹴られた。それは本当につらかったと思います。私も、そうでした。でもそれでも許すんです。リュウビさんはお父さんを許しましょう。お父さんを許すときに、お父さんを許すときにリュウビさんも癒されます。ヒットさん、イエス様は十字架に張り付けになって槍で疲れて死んだんですか。そうですね、そうです、槍に疲れて死にました。牧師、教会に行ったら遊んでくれるの。いろいろイエス様のお話をしますよ。教会に来たら礼拝に参加してください。みーちゃん、愛せばいいんだ、わかった、ピカ。みーちゃんは開けま、
みーちゃんは悟りました、ね、ピカッと悟りました。愛せばいいんだと分かった。そうです、聖書にもあります、神がこれほど 愛しているならばあなた方も愛しなさいと。神様がこれほどまでに愛してくれてるなら私たちも愛し合おうとありました。神の愛が分かってこそ、神の 愛が分かってこそ私たちは初めて愛し合うことができるんです。親の葬式出ない方がいいですか？武式だったら出ない方がいいですね。武式だったら出ない方がいいです。それは偶像崇拝になっちゃいます。なぜ偶像崇拝いけないんですか？神じゃないものを神とするということは神を愛することにならないじゃないですか。神様を愛するならば偶像を愛してはいけないということですね。神様を、神様を愛するということは偶像を愛さないということです。だいぶ時間過ぎちゃいましたね。今日ね、自己主張するということは結局、神様に愛されていることを知らないがゆえに、神様に愛されていることを知らないから、その何て言ったらいいんでしょうかね、神じゃないもので愛されよう、神じゃないもので愛されようとしていることが自己主張、見栄とかプライドとか、それから、高ぶり。高ぶりっていうのは神の愛じゃないものによって、なんて言うんでしょうかね。神の愛じゃないものによって愛されてるような、愛されてるような気持ちになるというか。それはですね、本当の愛じゃないですね。本当の愛じゃない。考えてください。皆さん、アイドルいるじゃないですか。アイドルの人たちはですね、みんなに、こうチヤホヤされるかもしれません。でもそのアイドルたちは、本当は寂しいし、なんか見え張って苦しいし、アイドルたちはですね、何かこのアイドルたちは本当は、その幸せじゃないと思いませんか？錯覚です。そうです、錯覚です。一見チヤホヤされてるから、何か認められてるように見えるけど、でもファンはもう一時的ですよね。すぐ離れちゃうファンもたくさんいます。ですから、一見チヤホヤされて人気があって幸せそうに見えますけど、それは本当の愛じゃないから。だからあのアイドルでね、あの自殺したり、それから、鬱になっちゃうアイドルもいますよね。ですからそれは本当の愛じゃない。だから、自己主張したからといって、むしろかえって逆にね、あの自慢したり自己主張する人はかえって逆に嫌われますよね。世の中では逆にですね、むしろ謙遜な人の方が、愛されるでしょう。傲慢な人はかえって嫌われてしまいます。私たちは、イエス様に愛されて、イエス様に愛されている人たちの方がむしろ、喜ばれます。はい、それでは証タイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、自慢しなくなった、身を張らなくなった、イエス様を信じて高ぶらなくなってきた、自己主張しなくなってきた、イエス様を信じて、自分というものを、自己顕示しなくなってきた証、スタート、隣人からボコられてもイエス様が心の中におられるので隣人も許せます。アメン、アメン。
ユビさん、自慢は元からしない。それは素晴らしい。みーちゃん、まだ見栄を張ってます。もっとがんがらないと、がんがらないと。小りちゃん、高ぶらなくなりました。ユビさん、自慢できるものなんてないし。これがありのままの私です。これがありのままの私です。なぜ多くの日本人は、傲慢なんでしょうか。それはですね、悪魔が傲慢だからですね。悪魔が傲慢だから私たちは、悪魔の心を持ってしまいます。ニートでも胸を張っていきたい。マモスさん、この放送で愛があればニートでも好きになれるんだと思いました。アメン。見えばっかりの人生です。もっと素直になりたい。ユウさん、最後にイエス様に褒められたい。そうですね、皆さんやっぱりこの正直に生きたいですよね。見え張って自分をこうね、こう嘘ついて、いこぶったり、嘘ついて立派に見せるのおかしいですよね。やっぱり仮面を脱いで正直に生きた方がいいじゃないですかね。やっぱり本当に本音で話し合う、本音を言うような生き方、そうです。モークさん、弱くていいんです。もともと神様は人間を弱く作りましたからね。人間をもともと弱く作ったんだから弱くていいんです。隣人のイライラを止めるにはイエス様の神の愛だけです。アメン。その通りです、その通りです。イエス様のお父さんってゼウス、私たちは天のお父様と言いますね。天のお父様。キューちゃんは心が醜い女性でも心から愛せますか。イエス様は愛しなさいと言ってますね。イエス様は愛しなさい。だから私たちは悪い人も愛するんです。敵を愛しなさい、敵を愛しなさいと言ってます。ユウさん、仮面をかぶっていると疲れてくると思います。そうですね、みーちゃん、本音を言ったら殺されるもん。もちろんですね、その愛を持って言わなければですね、愛を持って、愛がなければね、愛がなければやっぱり私たちは、傷つけてしまいます。マモさん、毎日この放送を見てますが、家族みんな笑顔になれる放送ですね。アメン、アメン。イエス様のお父さんは天のお父様、その通りです。癒されるとはどういうことですか。癒されるっていうのはですね、まあ私たちはですね、心が傷ついているんですね。いろんなことでね、いろんなことを言われたりされたりすることによって、傷ついた心を引きずっているというのが多くの人です。その傷によって苦しんでいる、その傷によって許せない、その傷によって、失望しているということです。でもイエス様が本当に大きな大きな愛で愛しているということを知ったならば、そのイエス様の愛で癒されるんです。イエス様の愛で癒されて、ああ私はこんな私で愛してくれている方がいるんだ、もう本当に、イエス様の愛はどんな傷も心の傷も癒します。どんな深い心の傷も癒してくれます。ですからそのイエス様の愛を受け取る必要があるんです。
それは信仰によって受け取ることができます。信じなければ愛が流れてきません。イエス様を受け入れるだけで、そのイエス様の愛を受け入れるだけで、愛が流れてきます。ユウさん、イエス様が私の傷を手当てしてくださいました。自己主張ができるのは人間ではなくイエス様たったお一人だと思っています。でもシャンさん、そのイエス様がですね、謙遜な方です。イエス様は自己主張する方ではなく、ものすごく謙遜な方です。十字架を見てください。十字架は、自己主張ではなく謙遜な姿ですね。十字架は謙遜な姿です。どれほど謙遜か、どれほど謙遜か、私たちはその、謙遜であるイエス様にものすごく大きな愛で愛されていることを信じる必要があります。そのイエス様の愛を信じるときに、私たちは癒され、私たちは解放され、力強く生きる意味を与えられます。イエス様に愛されていることを知らなければ、生きることが辛いのです。生きることが重いのです。生きる意味を見出しません。しかしイエス様の愛を知って、イエス様の愛を知って初めて生きる力になるのです。生きる意味になるのです。ですからイエス様の愛を信じ続ける必要があります。しかし問題があったり試練があったりすると、イエス様の愛を疑ってしまうことがあります。その時にイエス様を疑わないで、試練があっても、試練の時でもイエス様の愛は変わらない。イエス様の愛が変わらないことを信じましょう。そのイエス様の愛を信じることが信仰です。イエス様の愛を信じることが信仰です。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私は愛されているんだ、イエス様が愛してくれてるならその愛を受け取りたい、信じたい、イエス様の愛を信じて大きな愛で愛されたい、イエス様の愛で愛されたい、こんな自分でも愛してくれるならもう本当に嬉しい、イエス様の愛を知りたい、イエス様の愛を知りたい、イエス様が愛してくれてること、喜びたい、そう思う方アメン、そう思う方アメン、アメン、そう思う方アメン。ゆうびさん、私は生まれてから1秒も誰からも愛されたことがなんかないわ。リュウビさん、イエス様がリュウビさんを愛しています、イエス様がリュウビさんを愛しています、十字架によって愛してくれています。信じてください。愛されていることを信じてください。そうすればリュウビさん、人生が変わります。人生が変わります。今までのネガティブな人生から前向きなポジティブな人生になります。アメン、よかったですね。アメン、素晴らしい。天のお父様、感謝します。多くの人はあなたの愛を知らずに苦しんでいます。自分は愛されていない、自分は認められていない、自分は生きる価値がないんだ、自分は見捨てられていると多くの人は苦しんでいます。あなたの愛を知りません。それは、あなたから遠く離されて、あなたに会って、失われた魂として歩んでいます。どうぞイエス様は全ての人にあなたの愛を伝えたいと願っています。どうぞイエス様、あなたを知ることができますように、あなたの愛を知ることができますように、今アメンと言った方々があなたの愛を聞きました。無条件の愛、どんな状況でもどんな罪人でも愛してくれているというイエス様の愛を聞きました。そして信じました。どうぞ愛が流れますように、彼らに愛されているというその癒しが起きますように、今までの過去、虐げられ憎まれ
虐待されてきた、小さい時からもあったでしょう。そのような心の傷が癒されますように。心の傷が癒されますように。劉備さんの心の傷が癒されますように。あなたの愛で癒されますように。あなたの愛で癒されますように。深い深い心の傷が癒されますように。あなたの愛だけです。あなたの愛だけが人の心を癒します。人の心を癒します。どうぞ癒してください。癒してください。今癒してください。今癒してください。感謝します。十字架の愛、無条件の愛。もう本当に大きな大きな愛を感謝します。神は愛です。神は愛です。本当に感謝します。癒してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、よかったですね。神の愛を知ってよかったですね。癒されてください。満たされてください。そして、解放されてください。神の愛のうちを歩みましょう。神の愛の中で歩みましょう。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。シャローム。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。